決勝トーナメント進出をかけて戦う相手、それは強豪アルゼンチン。中でもなんと昨日5得点を挙げた10年に1人の逸材と呼ばれるファン・ディアス君、彼をどう抑えるかが今日の試合のポイントとなってくるでしょう。その役目を担うのはこの人、全日本のキャプテン大空翼君。日本の生んだ天才にファン・ディアス対策の全てを託します。サッカーの天才対天才、その激突が間もなく見られます。昨日とは違い、今日のアルゼンチンは南米サッカー。アルゼンチンの10年に1人の逸材と言われる天才ファン・ディアス。中盤を抑えるのが翼か、このファン・ディアスかで勝負は決まる。ディアスとパスカルのコンビプレーも要注意だ。日本とアルゼンチンの天才対決か。特に翼には何かと挑戦的に向かってくると思うが、いつもの自分のサッカーを心がけろ。はい。ヘイ、日本の10番、お前のロベルト本郷仕込みの南米スタイルの技との対決、今日は楽しみにしてるぜ。ロベルト本郷、ロベルト、君はロベルトを知ってるのか。ロベルト本郷とうちの監督は友人なんだ。今日も控室にそのロベルト本郷はやってきた。ロベルトがこのスタジアムに来ている。ベスト4進出チームはすでに3つまでは決まりました。果たして残り1つの椅子を勝ち取るのは日本かアルゼンチンか。今試合開始です。全日本のキックオフ、試合開始です。翼くん、行くぞディアス。貴様に俺は抜けん。翼くん、ディアスくんを抜きに行く。しかしディアスくんも翼くんの動きについていっている。これは中盤両雄1対1の勝負になった。行くぞ、ここだ。こう来ると思ったぜ。ディアス君、翼君の動きを読んでいたのか、ボールを難なくカット。抜けない。よし、よし。美咲君、何かわされた。ここはパスを出した。それよし。ディアス君得点でディフェンダーの横をすり抜け、そしてバッテンで勢いをつけ、そのままバック中心。このパスをシュートに持っていく。決めるぞ。キックオフ。
後ろに戻します。ブラウン君、エンタリングを上げた。行け、ヤクトにロングシュートを放った。行け、これはドライブシュートだ。キックオフ。いけ、翼くん、トップスピードで振り切る。一気に抜き去る。横に出した。美咲くん、パスを待つ。橘くん、ボールの落下点に走る。よし、それ止められた。何、それ、これはどうか。ジェイテスくん、パスを渡す。いけ、組み立て直します。ソーラ君、当てに出した。よし、美咲君、よし、一気に抜き去る。橘君、チャンスを回します。翼君、ボールを取られた。横に出した。前に出した。パスを渡す。それ、
任せろ。翼くん、これはちょっと油断したか。
ここで前半終了の笛です。前半アルゼンチンリードで折り返します。アルゼンチンのキックオフ、ディアス君ここはパスを出した。行け翼君、ボールを奪った。後ろに戻す、パスを渡す。ここは自分で突破していきます。一気に抜き去る、パスを渡す。これはちょっと油断したか。サイドへパス、レイテス君パスを出します。それよし、ここはパスを出した。ジトー君よし、ボールを奪った。サイドに出した。ユウガ君パススピードで振り切る。一気に抜き去る。やめた。よし。よし。これがネオンタイガーショットだ。何？ボールが出ました。全日本のコーナーキックです。ユンガ君ボールの落下点に走る。よし、ドライブシュートではなくドライブパスに切り替えてきた。その信頼に応えるためにも決めるぞ。決めてこそ真の全日本のエースストライカーへの道が開けるんだ。
中学ノーコーナ
山君、よし、ボールを奪った。それ、パスを回します。それ優雅君、何、ボールを弾いた。石崎君、佐野君、そして決めなくては、ここじゃない。よし、バスケ難しい体勢ながらオーバーヘッドシュートだ。マークについていたディアス君もジャンプブロックに行く。行け、ディアス、天才ボンディアス。翼君、美咲君、ブロックされたボールを横の美咲くんに空中姿勢のままパスを送った。美咲くん、この空中パスをジャンピングボレーシュートに行く。行くぞ。はい、ここで全日本はメンバーチェンジのようです。あと、これは美杉君、ガラスのエース、フィールドの貴公子美杉純。まさに全日本の秘密兵器美杉君が初めてスタジアムのフィールドに立ちます。美杉君、翼君、ついに僕も君と同じグラウンドに立ったぞ。アルゼンチンのキックオフ。よし、ディアス君、一旦後ろに戻します。ハルス君、パスを出します。Oh!
本当に成長したんだな。これだけ個性の強い連中を率い、キャプテンとして、そしてミッドフィルダー、ゲームメーカーとしてチームを引っ張り、他の選手のいいところをうまく引き出していた。俺はお前との別れのノートにミッドフィルダーになると書いた。そしてお前はそれを忠実に実行し、俺の予想をはるかに上回る素晴らしいミッドフィルダーに成長したんだ。俺がいなくても、翼、お前は。アルゼンチンのキックオフ。任せろ。翼君、ボールを奪った。勝ったぞ、翼！俺たちは勝ったんだ！
喜ぶ全日本ジュニアユースイレブン。そしてベンチからも期待の選手が飛び出します。負けた、この俺が。ヘイ10番、名前を教えてくれ。翼、大空翼だ。翼か、この名前一生忘れないぞ。頑張れよ、明日、そして明後日も。いつか必ずこの借りは返す。覚えておけよ、翼。今まで会ったこともないすごい相手だった、ファンティアス。この試合に勝てたのはみんなのおかげ。こんな試合で満足していたら、きっとロベルトにも笑われる。